聞くトリビア雑学で日本10ご案内は大橋敏夫です北海道の雑学万英競馬は世界唯一のレース競馬は競馬でも一味違う北海道の万英競馬万英馬万馬と呼ばれる サラブレッドよりは高さが10センチ程度、体重にして300キロほど大型の馬によるレースです。さらに、通常の競馬と異なり、騎手の乗った鉄の反りを引いて争います。背に乗せてスピードを競うわけではありません。ただ、競馬同様の駆け引きがあります。体力を温存したり、ここ一番で勝負をかけたりと、騎手のコントロールが勝負を分けるのは一般的なレースと同様です。 かつては旭川など4カ所で開催されていましたが、現在では帯広のみ。競馬ブームの頃には注目度もそれなりにあったものの、バブル後の不況では苦戦続き、2006年には他はすべて撤退してしまいました。一時は帯広も存続が危ぶまれていたのですが、官民一体の活動で今も続いています。なお、このスタイルのレースは、広い世界を見てもここのみ、 馬の一発逆転ライブショーをコンセプトに掲げ、世界唯一の競技として PR を続けています。競馬ファンならずとも、一度は見てもらいたい珍しいエンターテインメントです。青森県の雑学信号村にはキリストの墓があるイエス・キリストを知らない方はいないと思いますし、貼り付けになったのも、 エルサレムのゴルゴタの丘というのは言うまでもないことでしょう。しかしその遠く離れたはずの日本、しかも青森県になぜかその墓があるというなんとも不思議な話があるのです。問題の地は青森県のヘライ。かつてはヘライ村と言いましたが、現在は隣の村の一部と合併し、信号村となっています。そこに木製の十字架が建てられた墓が2つあり、 一つは弟の椅子切りのものとされています。伝承によると、ゴルゴタの地で処刑されたのは弟の方で、兄であるイエスは日本へ逃れ、106歳まで生きたというのです。しかも、その子孫とされ、母子を守ってきた沢口家は、目が青く、鼻が高いという、外国人のような風貌の人もいたのだとか。他にも、地名のヘライも、 ヘブライがなまったものである。何やどやらという盆踊り歌がヘブライ語由来であるダビデの星を家紋とする家が村内にあるなど何とも不思議な縁のようなものも伝わります戦前にはここをキリストの墓と断定するような調査もあったのだとか一見するととんでも説ですが事実であれば世界史がひっくり返るような話です 秋田県の雑学小賀半島には海を見つめるゴジラがいるゴジラといえば日本が誇る特撮怪獣ハリウッドでもリメイクされ知名度は世界的と言えるでしょう当然そんな怪物が世界を荒らし回ったら大変なことになりますが実は秋田県のとある場所にはゴジラがいるのですそれは男鹿半島南部の南磯と呼ばれる地区 小が半島、大型ジオパークの潮瀬崎ジオサイトを構成するジオポイントの一つにあります。そこにある奇岩の一つが、まるで海を見つめるゴジラのようなシルエットなのです。特に観光客に人気なのが夕方。空いた口の部分に夕日が入り込むと、まるで火を吹いているように見えます。この辺りには他にも変わった岩が見られ、ゴジラの尻尾岩、 ガメライワなどというものものあります。多くの祈願が日本の祈願百景に登録されておりユニークな写真を撮りたい方にはおすすめのスポットです岩手県の雑学岩手県の河童は赤い河童といえば妖怪中の中でも土定番そのちょっとユニークな姿を想像できない人はいないでしょうでは ついでに色を思い浮かべてみてください。おそらくほぼ全員が緑色だったはずです。しかし、東北岩手の河童といえば赤。柳田国夫の遠野物語の59話にも、他の地にては河童の顔は青しというようなれど、遠野の河童は面の色赤きなりとあります。色は違えども、 遠野の,のカッパがやっていることはよそと同じようなもので、家畜を川に引きずり込もうとしたり、それが人に見つかって追い立てられたりという話が伝わります。その際に、もう二度と悪さはしないとしてカッパが許されるという話が残りますが、中にはそれを誓約書として残した者も,もいるようで、現在も書面が存在しているということです。なお、この赤いカッパ、 遠野市などの土産品にも見られます。妖怪好きではなくても、少し物珍しさで興味を惹かれる方もいるのではないでしょうか。山形県の雑学。鶴岡市には、ギネス認定された水族館がある。日本で水族館といえば、沖縄県の美ら海水族館などがよく知られます。 日本はアメリカに次いで水族館が多い国とあって他にもすごい水族館はいくつもありますその中で今回は山形県のギネス認定のものを紹介しますそれは鶴岡市立加茂水族館実は山形県内唯一の水族館でもありますここの一番の売りはクラゲ50種類以上が飼育されておりクラゲ展示数でギネス記録に登録されているのです 色とりどりの種類のクラゲが集まったクラネタリウムも当然ながら魅力ですが館内のレストランなどにはクラゲラーメンやクラゲアイスといった本当にクラゲを食材に使ったメニューが存在しており食の面でも楽しめるのがポイントですなお他にも水族館定番のアシカショーなども行われており幅広い年齢層で楽しむことができます知名度はやや落ちるかもしれませんがおすすめのスポットです 宮城県の雑学。仙台の七夕飾りは意外とエコ。東北三大祭りにも数えられる仙台の七夕祭り。200万人以上が訪れるとも言う超人気イベントです。そして観光客の楽しみといえば豪華な七夕飾り。カラフルな吹き流しが目につきますが、これは実は七つ飾りと呼ばれるものの一つで、他には 学問や書の上達を願った短冊、病気や災難の厄除けなどのろ衣、健康長寿とかなり安全の折り鶴などがあります。この立派な飾り、お祭りが行われる8月6日から8日の3日間だけで終わってしまうのは少々もったいない感じもします。ところが、その心配はご無用。仙台七夕の PR キャンペーンに利用されたり、 県内外の地区や施設に譲り渡され、人々を楽しませているようです。中には、海外に渡るものもあるとか。また、解体されたものの一部は資源として再利用されます。仙台市内の小中学生により、復興の願いを込めて飾られた折り鶴の紙は、仙台七夕いおりと名付けられた再生紙となり、ノートや卒業証書に転用されているそうです。 福島県の雑学。スパリゾートハワイアンズのダンサーは全員自前育成。福島を代表するスポットの一つにスパリゾートハワイアンズがあります。かつては常磐ハワイアンセンターと言いましたが、温泉だけではなくプールやホテルなどもある一大レジャー施設で、東京からも無料送迎バスが出ています。その人気施設の売りの一つに ポリネシアン賞がありますかつて映画「フラガール」でも題材になったこれは未だに人気を誇っていますところでこれに出演するダンサーは全て自前育成運営会社の常磐降産株式会社の社員でフラガール志望で入社すると付属のダンサー養成学校である常磐音楽舞踏学院に入学し2年間のレッスンを受けた上でデビューとなるのですなお この学校ができたのは1965年で半世紀以上の歴史を持っています。2019年の創立55周年の際には東日本大震災を乗り越えた先輩ダンサーが集結してフラガール OG 特別公演を行うといったイベントも開催されました。茨城県の雑学大洗町に7億円をもたらしたのは アニメ茨城県大洗町市でもない小さな自治体ではありますがある人たちにとっては聖地でそれに伴ってかなり大きな経済効果をもたらしていますその正体はアニメ2012年に放送された「ガールズパンツァー」は戦車を用いて模擬戦を行う架空の武道戦車道をテーマとした作品でこの大洗の町が舞台となっており 作中にも実在の建物やお店が登場します。そうなるとファンが聖地巡礼ということで訪れるようになり、登場したお店に宿泊したり食事をするという動きが見られるようになります。街としても等身大パネルやポスターを設置したり、アニメに関連したイベントの開催などを行い、積極的に誘致活動を進めました。その結果、2014年には、 小売り飲食交通機関利用などでおよそ7億円の経済効果があったとされましたその後も町おこしのイベントなどでファンと地元の交流は続いておりいまだに効果は続いているようです町おこしの成功パターンの一つと言えるでしょう栃木県の雑学東照宮の眠り猫は寝たふり中 世界遺産でもある日光東照宮。栃木県における屈指の人気スポットです。見ざる、聞かざる、言わざるの三ざるも有名ですが、今回は同じく東照宮の動物としてよく知られる眠り猫についてのお話です。自社において猫の彫刻というのはそう珍しいものでもありません。しかし、この世界遺産ならではというのは眠っていること。起きている猫は数あれど、 寝ているのはここだけです。そしてこの猫をよく見てください。熟睡しているわけではなく、目を閉じているものの実は前足をぐっと踏ん張っています。それには理由があります。眠り猫は徳川家康の墓所のそばに掘られており、家康に万一のことがあったら敵に対していつでも飛びかかれるよう準備しているんです。なお、 近年には裏にスズメが掘られていることもあり、猫に対してスズメのような弱者が安心して過ごすことができる平和な世の中がやってきた象徴という説明もなされるようです。いずれにしろユニークな話ではあります。群馬県の雑学群馬には日本のブラジルがある。日本とブラジル、古くから交流もあり、 J リーグにやってくるブラジル人選手も少なくありません。しかし、群馬県にあるブラジルについてはご存知でしょうか。それは、県南東部にある大泉町。戦前から飛行機の工場があったことで知られ、戦後になってもパナソニックなどの工場が建てられた地域です。そして、1990年頃、ブラジルが不景気となると、日本にやってくる日系2世や3世が増加しました。 当時は不法入国の管理が厳しくなる一方で、彼らは逆に日本で働きやすくなるルールが定められていたのです。そしてその一部は、大泉町の工場で仕事をするようになりました。人手不足であったこの地域の企業が合同で、ブラジル国内において人材募集の広告を打ったためです。1988年には、この地のブラジル人は36人でしたが、90年には821人、近年は 4600人ほどとされます町全体の人口がおよそ4万2000人なので、10人に1人はブラジル人という計算になります。町には外国語の看板も立ち並び、シュラスコ料理の名店もあります。都内から2時間の距離で多様な文化体験ができることも観光協会が推しています。海外旅行の時間はちょっと取れないという方、ちょっとした異国の気分を味わえる、 大泉町をぜひ訪れてみてください。埼玉県の雑学。埼玉市には、盆栽町がある。変わった名前の町は全国にありますが、埼玉市にはその名も、盆栽町というのがあります。たまたま同じ名前かと思いきや、実際にあの盆栽に由来しています。年 関東は大きな震災に見舞われましたそして東京本郷周辺に多く住んでいた盆栽業者たちは盆栽の培養に適した土地新鮮な空気と水のある土地を探しここを見つけました当時の地名は別でしたが盆栽業者や愛好家が多く住んだためにいつの間にか「大宮盆栽村」と呼ばれるようになり昭和の頃は郵便物は「盆栽村」プラス宛名で届いたといいます。 やががてて大宮市にに編入されると、と盆栽町が正式地名なり、現在も残っています。またここは盆栽だけでなく五番の目状に作られた道路の両脇に桜が立ち並び大宮公園の桜とともに名所として知られました戦時中に燃料として使うために大部分は切られてしまったのですが今は他の木とともに四季の美しさを演出しています。 千葉県の雑学。千葉には東京の名を関する施設は結構多い。東京ディズニーリゾートは東京じゃないという鉄板ネタがありますが、同じパターンでいくと成田国際空港の旧称新東京国際空港も東京にはありません。これらを取り上げて千葉県民の東京コンプレックスなどと小馬鹿にするようなこともしばしばあるようですが、 千葉県に東京を関する施設は上記以外にも思ったより存在します。例えば、袖ヶ浦市にある東京ドイツ村。東京駅からのアクセスも良い舞浜にあるディズニーランドとは違い、こちらは房総半島の山奥。東京の範地を超えています。東京を関した理由としては、やはり国際的なイメージが強いから。他にも市原市の新東京サーキット。 市市ののの東東京京パーク、柏市の伊東ハム東京工場といったものがあります。小さいスポットを探せばもっと出てくるかもしれませんが暇な時にグーグルマップなどで探してみると面白いかもしれませんね東京都の雑学浅草の雷門は実は結構省略されている。 台東区の雷門。訪れたことはなくても多くの人は、その風景を思い浮かべることができるであろう超メジャースポットです。では、これが実は略称であるのはご存知でしょうか正式な名称は、風雷神門。その名の通り、門の左右に風神と雷神が安置されているのが名前の由来です。現在の位置に門が移ったのは鎌倉時代で、その際にこの二つの像も作られたといいます。 風神の方は名前が完全にカットされてしまっていますが、略された理由はよくわかりません。ただ、19世紀初頭の川柳に、風の神、雷門に居候というものがあり、この頃にはすでに一般化された名称と考えられます。この雷門、両脇に神様がいるのにたびたび火災で消失しています。1965年に燃えてしまった後、 95年もの間、再建されませんでしたが、1960年に現在のパナソニック創業者である松下幸之助の寄付で再建されました。有名な蝶賃も同志によるもので、10年に一度ほど修繕も行われています。その蝶賃の下の方には、日よけの願いを込めて、竜の彫刻が施されています。 神奈川県の雑学。川崎市には、ネズミ立ち入り禁止のスポットがある。ネズミの被害は一般の家でも見られます。食べ物だけでなく電気コードを切ってしまったりと非常に厄介な存在ですし、何より不衛生で好ましいものではありません。当然どこでもお断りしたいところです。そんな厄介者についてわざわざ、入管をお断り。 と注意書きをしている川崎市の施設がありますそれはフジ,コ F フジオミュージアム日本のレジェンド漫画家の美術館ですが彼の代表作といえばドラえもんそしてドラえもんが苦手なものといえばネズミそんな設定もありネズミの入館はご遠慮いただいていますというわけですファンなら思わずにやりとしてしまう小ネタですがこれからもわかるように 漫画の世界観をしっかり表現している楽しい施設です。まず最初にもらえるリーフレットのここを見て、藤子不二雄ワールドに入り込んで楽しんでください。ただ、ネズミがこれを読んだ上で守ってくれるかはわかりません。山梨県の雑学。藤五湖は実は6つある。藤五湖といえば、 山中湖、川口湖、西湖、正治湖、本栖湖。ごく当たり前ですが、この5つです。しかし、ゲームの隠れキャラよろしく、第6の湖があるということはあまり知られていません。その正体は、正治湖の南東にある赤池。しかしこれはいつでも見られるわけではありません。大雨が降って増水した時のみ現れるというまさに幻の湖なのです。 直径50メートルほどとあまり大きなものではありませんが、林の中に突然と現れ、しかも固定にはそのまま森があるというかなり不思議な光景が見られるそうです。近年出現したのは1998年、2004年、2016年とかなりレア。近くの橋の上からでも見ることができますが、降りていって近づくこともできなくはないようです。 大雨が降った後は覗きに行ってもいいかもしれません。ただし、足元などには十分注意してください。ちなみに、富士五湖というものの、本栖湖、小寺湖、西湖は、かつて一つの湖で、現在も標高が同じで、水位もいつも揃っているので、今でもどこかでつながっていると考えられています。静岡県の雑学。島田市には、 スカイツリーより長い木造の橋がある。東京スカイツリーの高さといえば、ムサシの頃で覚える634メートル。なかなかの高層建築です。仮にこれを横に倒してみてもそれなりの距離となります。それよりも長い、世界一の橋が実は静岡県にあります。橋の長さというと、38.422キロメートルという、 アメリカニューオリンズのポンチャートレイン湖にかかるコーズウェイが水上にかかる一本の橋としては世界一です。しかし島田市の蓬来橋は徒歩で渡る木造の橋として世界一長いというギネス認定されたものです。長さは897.4メートル。先のコーズウェイには大きく劣りますがスカイツリー横倒しより長くなっています。 これは急流として知られる大井川に架か,かる橋で、1879年に作られました。それまでは防衛のために、この川には橋がありませんでした。できた理由は、大井川の中流にある、未婚の牧野原大地を茶畑にするため、その移動の際に使われました。茶園の関係者以外は、通行のために現在でいうと100円ほどの通行料を払って利用したといいます。なお、現在も、 一人100円の通行料はかかります。しかし歴史を感じるのには安いのかもしれません。ちなみに橋自体は木造ですが、増水被害をたびたび受けていたことから、橋脚だけはコンクリート化されています。新潟県の雑学。湯沢町には期間限定の新幹線駅がある。 期間限定の駅といえば有名どころではかつての原宿駅の臨時ホームなどでしょうか。原宿駅ではかつて初詣客のために明治神宮に直結した改札が設置されたホームが用いられていたことがありました。そんな特定の時期にだけ利用されるホームは全国にいくつかあり、中には新幹線の駅にもあると聞くと少し意外に思うのではないでしょうか。その駅は湯沢町にある ガーラ・ユザ駅。新潟ということから想像がつくかもしれませんが、当期のスキーシーズンと例外的にイベントがある時だけ停車します。これはあらゆる新幹線の駅の中でも唯一の特徴です。当然、利用客のほとんどはスキー客。駅から出るとすぐ前にゴンドラがあり、スキー場へ直行というファンにはたまらない作り。そのスキー場、ガーラ・湯沢を運営するのは JR 東日本。 自社の施設に客を呼び込むためには、そこへアクセスの良い駅を作る必要があったのです。ちなみにこの駅、新幹線は止まるものの、運行速度などが新幹線の要件には合わないので、扱い上は在来線、上越支線の駅ということになっています。富山県の雑学、船橋村には、 年間予算の8割を費やした図書館がある。多くの自治体で図書館というものは珍しいものではありません。あって当然です。しかし、船橋村の図書館は全国に類を見ないものです。何と言ってもすごいポイントはコスト。年間13億円の予算のうち、10億円の事業費をかけたものなのです。その行きさつとしては、1989年の 駅舎リニューアルがあります。老朽化していた富山地方鉄道本線の駅である越中船橋駅は複合施設となる方針で話が進みました。その際、スーパーの誘致などが挙げられたのですが、幅広い年齢層が滞在できる図書館という案が採用されました。これを含めた子育て支援策が功を奏し、この村には子育て世代の流入が多くなり、2010年の国勢調査では、 総人口に占める15歳未満の人口の割合は21.8%と日本一の自治体となったのです。この図書館が話題になった点は他にもあります。2008年に開館10周年を祝っている際にカモシカが侵入しました。被害は本が数冊汚されただけで、その後山に返されるという騒動がありました。それ以後、カモシカ図書館と知られるように、 この様子は、鴨鹿図書館という絵本シリーズにもなっています。石川県の雑学。金沢には猫を丁重に弔うお寺がある。武家屋敷でも知られる金沢。有名な寺院も複数あります。今回はその中でも猫好きの興味を引きそうなところのお話です。 西川の河川敷沿いの宝泉寺には猫に関する伝承が残っています。舞台は徳川吉宗の治世の京保年間当時の住職は寺の器などを食い荒らすネズミに困っていたそうです。そして飼っていた猫に対して、猫がネズミを取らないのは何事だと説教しました。すると猫はどこかへ行ってしまったのですが、その後住職の夢に現れて、 あのネズミはただものではなく、金沢にそれを倒せる猫はいない。なので、能登の猫をスケットに呼んで協力してやっつけると言いました。やがて、その言葉通り彼は別の猫を連れて帰ってきて、再び夢の中で、今度こそは退治すると宣言しました。そして2匹で協力してネズミを退治したものの、猫も直後に亡くなってしまいます。 この出来事は近所の人が語り継ぎ広く知られるようになり、境内にもこの猫たちを弔う塚があるということです。福井県の雑学。永平寺町には、なぜかヘリのある公園が存在する。永平寺町といえば、同名の総当州の大本山で知られる町。 そこにちょっと不思議な公園があります。永平寺から九頭竜川方面に出て、越前竹原駅方面にある人気の里公園。ここにはなぜか陸上自衛隊のヘリコプターがあります。足元はがっちりとボルトで固定されており、さすがに飛ぶことはできません。そうは言っても、公園の芝生にドンと置いてあるのはかなりのインパクトです。 設置されたいきさつは自衛隊の広報活動の一環と言われていますが、詳細についてはわからないようです。とはいえ、コックピットの中が見えるほどの近くで実際のヘリが見られるということで、子供連れだけでなくマニアにも人気ということです。そんな人気スポットではあるのですが、このヘリコプター、自治体により撤去の方針が出ているそうです。時期などについては未定ではあるようですが、 気になる方は亡くなってしまう前にチェックしに行ってください。長野県の雑学。長和町にはミミズ神社がある。日本には実にいろいろなものを祀った神社がありますが、長野県には中でも珍しいものがあります。それはミミズを祀った神社です。この吸引神社。吸、ま、引、あ、とはミミズのことですが、 作られた背景にはかつて起こった洪水があります。その際に30センチほどもある大耳水が群れをなして死んでしまうと、その後住民の間にコレラや蝶地フスが流行してしまいました。これをミ,ミズのたたりだと恐れた人々はお墓を建ててそれを弔ったということです。なお、この神社の前にはお金様と札が下がっています。このお金とはミ,ミズのことである吸引、 そのお給員さんが変化したものとされています。現在の神社は土壇作りで豪華なものとは言い難いですが、地元の人々によって整備されて大事にされているとのことです。岐阜県の雑学。水並市には一トンを超える巨大皿がある。 いろいろな自治体で町おこしの呼び水として名物が設けられています。中には世界一を冠するものなども珍しくはありません。今回はその中でも岐阜県水波市の世界一を紹介します。市内稲津町の折稲荷神社にある大皿、瑞宝は超巨大な美の焼きです。大きさは直径2.8メートル、高さ0.3メートル、 重さ1220キロというキングサイズ。世界一の大皿としてギネス認定されました。作成にも150人が10ヶ月もの歳月をかけた力作です。実は岐阜県内には世界一の美濃焼きがこれ以外にも2つほどあります。同じく水波市の八王子神社の狛犬。こちらも高さ3.3メートル、幅1.56メートル、奥行き2.4メートル、 重さ15トンという巨大スケール。そのすぐそばにある茶壺も直径4メートル、高さ5.4メートル、重さ32トン。両方ともイネス認定されました。三つもの世界一を作り出すほどの岐阜県。美濃焼きに対する愛というのも伝わってきます。愛知県の雑学。 厚田神宮のご神体は、剣。桶狭間の戦いに際して、織田信長が戦勝祈願をしたことでも知られる厚田神宮。愛知県屈指のパワースポットです。なお、信長が生じした際に奉納した兵位、信長兵衛も残っています。およそ1900年前に創建されたという大変由緒ある神社ですが、他にも少し変わった点があります。それは、 神社で最も重要とも言える御神体。厚田神宮の御神体は像などではなく、剣です。少し意外に思えるかもしれませんが、これは三種の神器の一つに数えられる草薙の剣。その背景には山と岳の御事の伝承があります。妻である宮洲姫の御事にこの剣を預けて、伊吹山の神の征伐に向かった山と岳の御事は、 現在の三重県あたりで命を落としてしてままいます。その後妻がこの地に草薙の剣を奉納したというのが厚田神宮の成り立ちとなっていますそしてその剣は今でも御神体として祀られていますなお神宮の宝物館には剣が御神体の神社らしく時の武将が奉納した刀剣が400振り以上も残っています中には国宝のものもあるので ファンには必見のポイントと言えるでしょう。三重県の雑学。三重県は全国で唯一、パチンコのオールナイト営業が可能。まあ、近年はギャンブルについては下火になりつつありますが、パチンコファンにとって三重県は外せない土地。なぜなら日本で唯一、オールナイト営業のパチンコ店があるためです。 ととはは言っても年中無休というわけではありませんチャンスは年に一度大晦日のみ12月31日は通常どおり9時に開店となりそのまま投資営業1月1日は特別延長の1時間を加えて2日の午前1時まで合計40時間ぶっ通しでパチンコに打ち込めるんですこの手のお店は法律によって午前0時から6時の営業は禁止されているのですが三重県のみ 年に一度だけの深夜営業が許可されています。その理由は、伊勢神宮の参拝者がトイレを利用するためなどと言われているそうですが、明確には分かっていません。ただ、1985年から実施しているという資料もあるようで、それなりの期間続いているイベントではあるようです。そんなわけで、実際、パチンコファンは大晦日に三重県に押し寄せるそうです。ただ、場所取りも大変らしく、 前日の30日から寝具など持参で並ぶのも珍しくないそうです。体力に自信のある方は、一風変わった年越しを体験するのも面白いかもしれません。滋賀県の雑学。琵琶湖にも砂浜がある。ビーチといえば海。そんなふうに思っていませんか日本一大きい湖こと琵琶湖。 ここにも砂浜が存在し、もちろん水泳場も存在しています。例えば、大見舞子駅から徒歩5分程度という立地の大見舞子中浜水泳場。ここは、湖水浴場としてもトップクラスの広さで、美しい砂浜が広がっています。4キロほども続く松林も見事ですし、バーベキューを楽しむこともできます。琵琶湖の遊泳ポイントとして最南端の マノハマ水泳場も人気があります。ペット遊泳エリアがあったり、25メートルのゴザを走り抜けるゴザ走りのイベントも子供受けが抜群。当然、綺麗な砂浜も広がっています。他にも、パワースポットとしておなじみの白髭神社近くなどにも、アクティビティを楽しめる美しい砂浜があります。海水と違って淡水であることもハードルを下げる一要素と言えるでしょう。 たまには海から気分を変えて、湖に足を運んでみてはいかがでしょうか。京都府の雑学右京区のとある龍の絵は、目が動く。京都といえばお寺や神社が真っ先に思い浮かびます。修学旅行でなんとなく巡っただけでも印象に残るところもあるはずです。そんな京都のお寺の中でも、 不思議な絵のある場所をご紹介します。それは京都市右京区にある臨済州明神寺派の総本山である明神。建立は1337年と室町時代初期まで遡ります。境内の建物の多くは江戸時代に作られたものと言いますが、それでも十分な歴史を持ちます。その中の重要文化財でもある八刀の中の雲竜図が今回のテーマ。 江戸前期の絵師、加納丹友が8年もの歳月をかけて完成させた力強い竜の天井画です。これには八方睨みという技法が使われており、どの位置から上を見上げても竜と目が合うようになっているんです。躍動感あふれる絵というのもあり、まるで生きているように錯覚してしまうほどです。なお、お寺にはよく竜の絵が見られますが、これは仏教において 仏を助ける存在とされていることもあるんですが、水を司るということから、寺院を火災から守るという意味合いもあるといいます。奈良県の雑学。奈良公園の鹿は、別に鹿せんべいをもらわなくても平気。2020年に始まるコロナウイルスの流行で観光客が激減しました。 そこで奈良公園の鹿が鹿せんべいをもらえなくなってお腹を空かせているのではなどという心配の声を上げる心優しい方もいたようです。しかしその心配はありません。奈良公園の鹿は神の使いとして保護されており天然記念物にもなっています。ですが飼われているわけではなくあくまで野生動物自分たちで餌を見つけて食べています。公園鹿と若草山の鹿と 食性で大きく2種類に分けられるんですが、どちらも主に食べるのは芝。1年を通じて確保できているのでご安心となると、鹿せんべいに意味はあるのかこれは小麦粉と米ぬかで作られており、砂糖などが入っていないため、鹿にあげてもお腹を壊してしまうようなことがない安全なおやつです。また、売り上げの一部は彼らの保護に充てられています。では、 他のお菓子などを与えてはいいものでしょうかこれは NG です。人間の食べ物は健康上良くないようです。それと、ビニール袋などのゴミを食べてしまうと命にかわる問題となります。いくら可愛くても、袋菓子を持ち込むのは避けましょう。和歌山県の雑学。大地町の落合博光記念館の本人像は、 なぜかパンイ日本の捕鯨発祥の地とも言われる和歌山県大寺町。ここにプロ野球界のレジェンド、落合博光記念館があります。野球選手個人のものとしては日本初とされます。かなり偏僻な場所にあるのですが、かつて本人が自主トレッチとして選び、気に入ったことで別荘代わりに作ったそうです。六角形と珍しい形の建物は、 現役時代の背番号6にちなんだものとか。館内には死の歌声が流れ、現役時代のトロフィーなどが並び、ファンは喜ぶことでしょう。しかし、撮影は禁止。唯一写真が撮れるのは入り口の本人像の前のみなのですが、なぜかこの像、ブリーフ一丁という入れ立ちです。なお他にも、信子夫人の油絵や福士君のおもちゃコレクションも並んでいるんだとか。 ファンにとってたまらないのは、たまに本人がいること。中日の監督時代は、正月は毎年この地で過ごしていたとも言われ、来館者と気さくに話すことも珍しくなかったそうです。まあ、本人に会えるかもというのが、一番の付加価値かもしれません。大阪府の雑学。梅田の地下街には化石がある。 日本でも屈指の広さを誇る大阪梅田の地下街。地下街としての面積は日本で6位とされますが、これにつながっている阪急三番街やグランドフロント大阪などの地下フロアも含めて考えるともっと大きな規模になります。迷子になる人も多いようで、しばしば梅田ダンジョンなどとも呼ばれますが、実際洞窟さながらのものが見られます。それは、なんと化石。 ジュラ機から白亜機にかけてのものが見られます。ここの壁面には大理石が使われており、そこにアンモナイトやサンゴなどが存在しています。JR 大阪駅の中央コンコースなどが具体的なスポットです。ちなみに、わざわざ大理石が使われている理由は、計画当初はバブル期などの影響で資金が潤沢であったことや、地下と思わせないようなハイクオリティな空間を演出しようとしたため、 確かにデパートなどにも使われる大理石の壁は高級感があり豪華なイメージを与えています。まあ、迷ってしまっても楽しめる作りと言えるでしょう。兵庫県の雑学。神戸の鉄人28号像の近くには足跡もある。 神戸市長田区にある若松公園には懐かしのアニメ鉄人28号の像があります。このチョイスの理由は原作者横山光照が神戸出身だったためです。1996年の阪神淡路大震災からの復興のシンボルとして作られました。この像、一般的なビルに例えると5、6階建てほどの巨大さ。遠くから見ても目立ちますし、インスタ映えスポットとしても人気のようです。 そして関西人のの遊び心と言ええるるよよううなももは近くににある足跡ロボットが数歩歩いたようにも見えますしかもその足跡もただのオブジェではなく砂場になっておりしっかりと遊べるポイントなのも面白いところですなお横山光照といえば漫画「三国志」でもよく知られます近くには神戸鉄人三国志ギャラリーもあり資料展示などが行われています 商店街にも武将のタペストリーが見られるなどそちらのファンにもたまらない街になっています鳥取県の雑学あの砂丘はわざわざ女装している鳥取県の代名詞ともいえる砂丘県を訪れた人は多少興味が薄かったとしても物は試しと訪れることでしょうその砂丘ですが 実は深刻な環境問題を抱えています。それは緑化。砂漠化や植物の減少といった環境悪化が話題となる近年からすると何が悪いのかと思ってしまうところです。もともとここにはハマゴウのような砂丘植物が自生はしていたのですが、さらにイネ科のチガヤなどが飛来して繁殖してしまい、1990年代には砂丘の42%ほどに、 雑草や松が生えてくるという問題が発生しました、まあ。緑が増えるのは一見いいことなのですが、砂丘ですとそうも言い切れません。砂が風で動いてできる現象、風紋などが見られなくなってしまうんです。そのため、鳥取市が主導して除草作業に取り組み、2004年からは地元や企業からのボランティアを募って作業を進めています。本来の景観を失わせないよう、 努力が続けられているんです。島根県の雑学。島根には、しゃもじを持って踊る変な名前の祭りがある。日本各地には変わったお祭りが存在します。今回は島根県の離島のものをご紹介します。沖諸島に浮かぶ海町。ここに伝わるのは8月下旬に行われる ニャモニャ祭り両手にしゃもじを持ちこの町の民謡「金んモゃに合わせて踊るものですおそらくここまで全く話が見えてこないと思われますこの妙な名前の歌は島出身の杉山松太郎という人物が西南戦争に従軍した際に現地の民謡「金んにゃむにをアレンジしたとか江戸時代に日本海行き来した商船から伝わったなどという説があります いずれにしろ、100年以上の歴史を持ち、島民には愛されているようです。お祭りでは仮装して踊るグループなどもあり、ちょっとした名物になっています。そのため、島外からも観光客が訪れにわいます。興味がある方は、夏休みの終わりを過ごしてみるのもいいでしょう。山口県の雑学。下関には耳なし包一地を祀って、 た神社がある階段の中でもトップクラスの知名度の耳なし法一平家の落ち武者が夜な夜な現れることを想像してみると寒気が走りますところがそれにちなむ行事が現実世界でも行われています山口県下関市にある赤間神社ここでは毎年7月15日に耳なし法一を弔う耳なし法一美和供養祭が行われています 話の中で彼が住んでいたのは赤間が石阿弥陀寺。これはまさに現在の赤間神社なのです。境内には法一堂や平家一門の墓七森塚があり、そこで神事や琵琶演奏の奉納が行われます。法一堂が建立されたのは戦後の1957年。七森塚も1600年頃に関門開票で海難事故が多発したことから、 平家の亡霊が暴れ出したという風説が流れその供養のために作ったもの実際にこの階段の舞台となった場所が存在するわけではないので少しだけ安心かもしれません広島県の雑学瀬戸内海には100年後に消えてしまう島がある島がなくなってしまうと領海や 排他的経済水域にも影響があるため、日本の最南端、沖ノ鳥島では護岸工事が行われています。それは何も外海に限った話ではありません。内海ですが、瀬戸内海には、いずれ消えてしまう島があります。東広島市秋津町から、船でおよそ5分の無人島、ホポロ島。江戸時代には一周360メートルほどの一つの島だったそうですが、 明治時代に二つに割れてしまい、2007年には大きい方のものは完全になくなってしまったそうです。そして残っている方も消滅の危機にあります。その原因は虫。七つ葉小粒虫という小さい虫が穴を掘って暮らしているので、岩肌は蜂の巣のように穴だらけになっています。そこに波や雨が当たることでだんだんと崩れてしまっているということです。 薬でそれを駆除もできるのですが、付近のカキの養殖に悪影響を及ぼす可能性もあります。そのようなこともあり、姿が変わっていく様子も魅力の一つとして、特に保護活動は行われていません。長くもって100年、もしかすると、それより早く海の風景は変わってしまうかもしれません。岡山県の雑学。笠岡市には、 カブトガニ専門の博物館がある。博物館や美術館の中には何かを専門にしているものは珍しくありません。刀剣であったり、特定の作家であったりと、そのファンにとっては嬉しい施設であるのは間違いありません。そんな中でも、ちょっとニッチなものが、岡山県笠岡市にあります。それは、なんとカブトガニ専門の博物館。 これをテーマにしたものとしては世界で唯一という希少性もあります。カブトガニの異名といえば生きた化石。2億年前からその姿を変えずに生息している珍しい生き物です。笠間市には国指定の天然記念物となっているカブトガニ繁殖地もあり、その保護に努める一方で研究にも取り組んでいます。そのため、妖精から生態まで生きた姿を間近で観察できます。 また、カブトガニだけでなく、同じ時代を生きた恐竜の展示もあります。骨格標本はもとより、動く模型も見られ、その迫力はなかなかのものです。屋外の公園にも恐竜の復元模型が展示されており、子供でも楽しめるスポットと言えます。香川県の雑学。香川のうどん屋は、コンビニより多い。 香川県といえば通称うどん県。名物であるのはご存知だと思われますが、確かに県内を見てみると、どん屋の数は異様に多いことは間違いありません。では、実際にどのくらいあるのでしょうか。タウン情報香川が毎年発行している、サヌキうどん全店制覇によると、2019年から20年にかけての店舗数は578件となっていました。2011年から12年の 785件からは減少していますが、それでも多いと言えます。そして、同時期くらいの県内のコンビニ数を見てみると、およそ440件。100件以上うどん屋の方が多いという驚きの結果となっています。四国はコンビニが少ないのではと思うところではありますが、香川県の人口1万人あたりのコンビニ店舗数は全国で18位ということで、決して少ないわけではありません。 さらに、もう一つ有名な都市伝説。香川県には、信号機より、うどん屋の方が多い。これについて。こちらは、2100機以上あるので大幅な差があります。しかし、1975年時点では430機程度。1980年でも800ほど。1000機を超えたのは、1985年頃です。さっきのうどん屋の減少ペースで見ると、 かつては信号機より多かったという可能性もあります。徳島県の雑学。阿波踊りのルーツは乞い。今となっては日照りによる水不足などということはあまり耳にしません。しかしかつてはそれが不作あるいは飢饉の要因になるなど深刻な問題でした。そうなると藁にもすがるように、 神仏に雨を降らすよう祈ることも珍しくありませんでした。そんな雨乞いをルーツに持つのが徳島の代名詞とも言える阿波踊り。賑、まあ、やかに踊っているだけに思えますが、実のところ多くの人が地面を踏み鳴らして踊ることで大気を揺るがし、雨を降らそうという考えもあったんだとか。徳島の民謡阿波義子の節には、阿波の殿様、八須賀様が、 今に残せし阿波踊りという一説がありますが、こちらは雨乞いとは無関係。徳島藩祖の八塚家政が築城した際に記念として民衆が踊ったものという説もありますが、まあ、疑問も多いようです。いずれにしろ、徳島の人々にとっては長く伝わってきた伝統的な踊りということには間違いありません。 愛媛県の雑学。愛媛県にはジュースの出る蛇口が実在する飲み物が名物の県にはつきものの都市伝説蛇口からその名産品が出るというもの静岡県のお茶ですが愛媛県ではみかんジュースというネタが鉄板ですその元ネタは1970年代ごろ大学などで愛媛県出身者が うちでは蛇口からジュースが出るよ、などとネタにしていたものが広がったなどと言われます。さらに、ジュース工場の大きなタンクについた蛇口が製作工程などを紹介するテレビで紹介されたことなども相まって、いつしか本当のことのように語られるようになりました。そして、実際に県へ蛇口についての問い合わせが出てくると、2007年に本当にこれを実現してしまいました。県内の企業、ポンジュースでおなじみの 愛媛飲料によるものでした以後、イベントなどで県内随所に設置され人々を楽しませています東日本大震災に際しては県外不出の金を破って支援のために宮城県内のイベントに持っていったそうですなお、常設することは衛生面などの都合で難しいようです興味ある方は毎年1月中旬頃開催の愛媛みかん祭りなど県内イベントに参加してみてください 高知県の雑学。高知市にはわざわざカステラを売っていないという看板を出す中古車屋がある。カステラが欲しければ和菓子屋やデパ地下に行けばいい話。よりによってわざわざ中古車屋に出向く人は間違いなくいません。しかし高知県にはわざわざカステラは売っていませんという看板を出す中古車販売店があります。 しかも夜にはネオンライトがついて、ひときわ目立つようになっています。この無駄な表示を出している店は高知市の長崎屋。西日本の方はこの名前を聞いてピンとくるでしょうが、有名カステラ店と同じ屋号なんです。高知を含むこちらの方面ではどうしてもカステラ屋のイメージが強いので、ちょっとしたジョークでつけた看板だということです。もちろん双方には関係がなく、 車屋もたまたたまま長崎さんが開いい店ととうことな,んですなおカステラは販売していないんですがお店に車検を依頼したお客さんには無料でカステラを配っているそうです福岡県の雑学八女市には日本一大きい仏壇がある。 日本一大きいの称号を持つものは実に様々なところにありますが、福岡県八女市のものは少し風変わり、なんと仏壇です。お茶でよく知られるやめ、ここは国指定伝統的工芸品、八女福島仏壇の生産地でもあります。その生産組合が1991年に PR のために3500万円もの費用をかけて作ったものが日本一の仏壇です。 やめ伝統工芸館に設置されているそれは、高さ6.5メートル、幅3.8メートル、奥行き2.5メートルと、どんな立派な仏間でも間に合わなそうなキングサイズ。貼られている金箔も数万枚に及ぶとか。もちろん、その手入れもしっかりしています。年末には大仏よろしくすす払いを行い、先端にダチョウの羽を取り付けた長さ6メートルほどもある竹や脚立を使い、 汚れをを落としてて新年を迎えていますその際には近隣の子どもたちを招くこともあるんだとか仏壇に興味はなくともかなりのインパクトで印象が変わるかもしれません佐賀県の雑学佐賀市には見えない世界遺産がある 世界遺産と聞くと多少興味が薄くても一目見てみたい、そんな気持ちになります。しかし探しにはそれを許さない、見えない世界遺産があるのです。三越海軍所跡はその名の通り跡地。今はなくなってしまっているから見られない、と思うところですが、そんなに単純な話ではありません。ここにはドライドックという、看板の差を利用し、 水を抜いて船を修理していた施設がありました。発掘の際に木の枠組みが発見されていますが、現在はそのものを見ることはできません。しかし、海軍諸跡地の横にできた佐野常民と三越海軍諸跡の歴史館には、ドライドックの一部を再現した実物大の模型と、当時をイメージした映像を映し出す大型スクリーンがあり、その場にいるような体験をすることは可能です。 この地の調査はまだまだ続いているとのこと。新しいことがわかると、またコンテンツが追加されていくかもしれません。長崎県の雑学。長崎市には偉人の愛用したブーツという妙な像がある。偉人像と聞けばおそらくその地にゆかりのある人物だろうと推測できます。 駅前などに立像があっても珍しいことではありません。しかし、長崎市には、その偉人のものではなく、偉人が愛用したブーツという、かなりマニアックな像があります。場所は、亀山社中記念館。ここまで言えば、差しの言い方はわかると思いますが、坂本龍馬が愛用したブーツ像があるんです。これは、亀山社中創設130周年を記念して、 1995年に作られたもので、道市内の風頭公園に立つ坂本龍馬像と同じ長崎出身の彫刻家山崎和国によるものです。亀山社中の創設は日本の近代化の第一歩ということで、龍馬のトレードマークのブーツのオブジェとなったわけです。ちなみに、この像、実際に足を入れて履くことができます。 その前には船を操作するソーダリンもありこれを握りながら坂本龍馬の気分を味わうことも可能です宮崎県の雑学日南市のモアイ像はイースター島に公認されている日南海岸に位置するサンメッセ日南は素晴らしい眺望や珍しい昆虫の展示などがある県でも人気のテーマパークです ここの見どころの一つはモアイ像。海沿いに並ぶ7体は現地のものと同じサイズ。5.5メートルほどの高さに重量はおよそ20トンというなかなかの大きさで見応えも十分。しかもこれは世界で唯一イースター島のお墨付きが与えられています。1992年から3年の月日をかけ日本のモアイ修復チームが現地を訪れ、 倒れてしまっていた像15体を再び建てるプロジェクトに当たりました。それに感謝した長老会や島民たちが日本での復元を認めたのがこの日南の像です。なお、7体の復元像にはそれぞれのご利益があり、左から仕事運、健康運、恋愛運、レジャー運、結婚運、金運、勉強運ということです。やはり、 左から3番目は女性人気が高いそうです。これら以外にも公園内にモアイは散在しているので、ぜひ巡ってみてください。大分県の雑学大分県にはアメリカへの便乗が過ぎる自治体がある大分県の自治体に宇佐市があります。これだけ聞いてもピンとくる人はあまり多くないと思われます。 そこまでメジャーな都市とは言い難いためです。しかし、これをローマ字表記にしてみると、USA。つまり、アメリカの略称と同じになります。そんなこともあり、しばしば、日本のアメリカなどとネタにされることがありました。ところが、それは地元でも悪乗りレベルで見られます。まず、JR 九州日豊本,本線の宇佐駅の駅名標識には、正常期のようなマークが入っています。 他にも市内の山肌にハリウッドサインのように USA の文字が見られるなど、このネタをかなり押しているような印象です。また、都市伝説として有名なのは、ウサシさんの遺出品表示が Made in USA となっており、アメリカからクレームが入ったというもの。この噂が広まった要因には、アニメやターマンでネタにされたことも大きかったようです。ちなみに、この伝説のオチは、 ウサは日本書紀にもある由緒正しい地名だから、アメリカのクレームを突っぱねたということです。熊本県の雑学。熊本城は食べられる。熊本県の定番スポットの一つに熊本城があります。自然などからのアクセスもいいので、多くの人は観光ルートに取り入れるのではないでしょうか。 日本のお城には一般的にイチョウが多く植えられています。これは敵に囲まれて兵糧攻めにあった際、身が非常食になるためとされます。熊本城もその例に漏れず、木があり、中でも見事な大イチョウがあることから、銀蘭城の異名を持ちます。しかし、熊本城はそれに止まりません。例えば、畳の芯には普通藁が使われますが、ここでは里芋が用いられています。 理由は当然、いざという時に食べられるようにするため。他にも、土壁のつなぎにも、やはり里芋の茎が使われ、壁にはかんぴょうが練り込んであるとか。そんなことから、食べられる城という奇妙な別名もあるんです。その背景には、この城を改築した加藤清正の思いがあります。彼は朝鮮出兵の際に厳しい牢城を経験しました。その苦しい体験から、 食料備蓄には特に気を払ったということです。鹿児島県の雑学。県内随一の繁華街の由来は、天文観測所。鹿児島県の繁華街といえば、天外こと天文館。知名度は全国と言えるのではないでしょうか。アーケード、モール、繁華街と大きく三つに分かれており、 少し移動するだけで違う街のような印象を受ける場所でもあります。ここで注目してほしいのが少し変わったその名前。天文とあるからには宇宙や空に関係があるのかというとその通り。第25代薩摩藩主の島津重秀が天体観測所として作った明治館の別名が天文館で、それがあったことがそのまま名前の由来となっています。 しかし昔から今のような南九州随一と言われるほどの繁華街だったかというとそうではありません明治大正時代には付近に空き地も目立つ、まあ、やや寂しい土地でした昭和に入り路面電車の開通鹿児島座という映画館や劇場が開館すると昼夜を問わず多くの人が訪れる人気スポットとなりました、まあ、ファッションからお土産まで何でも揃う賑やかな街となっていますので 旅行の際はぜひ訪れてみてください。沖縄県の雑学。大東島原産の犬は和製コーギー。芝犬や中堅八チ公で知られる秋田犬は日本を代表する犬種です。これ以外にもソフトバンクの CM で知られる北海道犬などいくつかの種類がいますが。 沖縄の大東犬はご存知でしょうか。その名の通り大東島原産の犬ですがとても希少で販売されることはほぼないため街を歩いていて見かける犬種ではありませんしかし見た目はなかなか愛らしく人を引きつけるものがあります顔立ちは他の日本犬のような感じですが柴犬のようなスタイルではなく短足ガニ股のコーギーのような体型です 一説には台風が多いこの島で飛ばされてしまわないようにこのような形になっていったとも言われていますが、さすがに真偽のほどはわかりません。沖縄の地犬に妖犬が混じったなどとも言われます、まあ。いずれにしろ他県で見るのは難しいと思われますので、この島を訪れた際には少し注意深く犬を見てみてください。聞くトリビア。 雑学で日本縦断。ご案内は大橋敏夫でした。